はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。ディのんちザワイズです。さて、今回は映画マスカレードナイトについて3分ほどで話したいと思います。どんどん、はい、マスカレードシリーズですね。またまた帰ってきました。木村拓哉さんと長澤まさみさんですよね。もう、そして沢村一樹さん来ました。はい、今回のね、私はね、沢村一樹さんのことは読めましたね。まあ、これなんかね、こうなんかなってところも多少ありますが、まあ、とにかく出てる人がね、豪華ですね。あの、麻生さんも出てるし、高岡早紀さんも出てるしね。もうほんとすごいったらありゃしないですよ。まあね、あの、いつものね、メンバーもね、出てますしね。あの、小日向さんもね、出てますし、なんかあの番宣のやつ見たんですけども、長澤まさみさんが小日向さんは弟だと思ってるって言ってましたよ。扱いは弟らしい。なるほどと。なんかその一言で、なんか、あ、小日向さんってそういう感じなんだな、現場で、みたいなのがね、分かってありがたい、あの、インタビューでしたね。まあ、長澤まさみさんね、やっぱいいんですよね。かっこいいもんね。そして私は最近はもうね、木村拓哉ファンなんでね、あの、木村拓哉さんのバラエティとかもなんかこう見るようにしてますよ。スターとはっていうところでね、もういないですからね、スターはね。最後のスターと言ってもいいんではないかと。もう今生きてる人の中でスターと呼べるのは、もうね、キムタク様ぐらいしかないんじゃないですか。ねえ、すごいよ。本当にすごいと思いますよ、私は。ねえ、いろんなことを何でもやるしさ、ねえ、期待もあるしさ、それを全部こうね、こなしていくっていう。ねえ、どんな人生なんだっていうね。ねえ、あの、かっこよさだけども、そんなにかっこよさを、なんだろう、生かせる人生できない時代ですからね。ただ粛々と毎日かっこいいのを持て余すというかね。いやー、ね、本音を聞いてみたいというか、本音がない感じかもしれないですよね。何が本音かもう分かんないくらい、とんでもない領域なんでしょうね。ね、楽しんでてくれるとね、嬉しいですけども。いやー、もう、まあ、とりあえずマスカレード、ホテル、マスカレードナイトか、マスカレードナイト、ね。まあ、なんとなくね、マスカレードな感じって、なんかこう、あんまり大晦日っていうイメージがちょっとないですけれど、まあ今年の我々のね、あの、ハロウィンのイベントはもうマスカレードナイトにしようと思いますよ。私なんてもうずっとマスカレードないですね。まあそんな感じで、とても豪華な、あの、まあ心温まるというかね、まあ一度は見といた方がいいんじゃないでしょうかという感じでした。はい、さて、私はね、あの、10月のね、後半にね、ライブありますんで、ハロウィンのね、ハロウィン、毎年ハロウィンでやってますけど、あの、コロナになってね、どうするか分かんないな。どうなっちゃうんだ、いいのか、もうやっても、まあダメでもやるしね、規模は小さくしてもやるぞという感じですね。まあなんかね、こう仮装というか、そういうのは楽しいですからね。
まあ、そんな感じで、この番組ではドラマ、映画、音楽などについてね、発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。私のニューシングルもぜひ購入お願いします。それではまた、バイ。